なにこれ、もう間に合わなかったんだよ。なんの、ちょちゃんと並んでるけど、あ、出れるみたいですね。マジか、間に合うんすか。マーシーどうだったの、コンデレは。コンデレまだ受付やってます。あ、やってんの。暑いらしい。ちょ、鼻毛めっちゃ出てるけど。うん、今コウモリっぽくしてません。コウモリっぽくしてるかも。うん、空飛ぶから。空飛ぶ。でもこれ逆に飛んでない。これ逆に飛んでないんですよ。これなんか、なんかターボみたいな、この、はい、何ファンがさ、はい、前に向いてるじゃん。いや、そう思う。これタイヤ焼いちゃうんじゃないの。これ逆なんですよ。え、未来だからさ。うん、どっちに飛ぶの。前よ、前。あ、前に飛ぶの。これくるくる回るわけじゃなくて。確かに逆だな、これ。あ、このマシンのタイトル分かりました。か確かに逆だな。塗装が綺麗だね。そうなんです、今回筆塗りのみで。え、そうなの。そうです。スプレーなし。スプレーなしです。またね、こう B1 使っててね、このナンバープレートも B1 になっているという。そうで、 B1 からの田沢っていうね。この流れいいじゃない。B1 からの田沢。あ、だからね、ほんとね、スラダン使わないとダメだよ、ほんとに。あ、ね、え、ちょっとミスを犯しました。いや、いけるだろ。う、何が、何もないじゃん、ミスなんか。何がダメなの。やっぱあの見た目競うからって、こんな羽つけちゃいけないと。わかりました。なんで、なんで。飛んでるからいいじゃん、飛んでるから。ちゃんとコース走んないとダメなような気がします。いや、それはコンデレじゃない。そんなことないですよ。だってトラックとかあるんだから。バイクもあったでしょ、この間。そうだよ。けどバイクは入賞してなかったっす。じゃあ捨てちまえよ、今。もう今すぐ捨てちまえよ。どうですか、緑入れたことによってちょっとこの赤が、うん、引き立つっていう感じ。いや、あのね、今回あの機体も出ますよ。あの台座あるから。いや、台座が汚いからな。台座あるからさ。台座説。そうそう、俺が全部台座つけたらみんなコンデレ取っちゃったの。うん、え、あ、ちょっと、この人。これね、はい、チャンピオンズですね、これ。チャンピオンズ。そうそう、あの台座、俺がもう昔ね、1回大会でつけた途端、はい、みんなコンデレ取っちゃうの、台座で。これ皆さん、あの台座を提灯に置き換えてください。お楽しみください。まあ、これ台座で取れなかった場合、もしかしたら怒られちゃいます。ここら辺の、ね、ね、岩とかね、はい、全部フリーハンドでいくから。さあさあ、はい、もうコンデレ発表なんですか。コンデレ発表されたみたいで、ちょっと本人いないんですけども、マーシが。以上、コンデレガスのコーナーでした。ありがとうございました。あれあれ、以上って言われました、今。あ、ありましたね、マーシュの電光的な。向こうにあります。ちょっと見に行きましょう。はい、あるあるある、あるわ。こっちから見て後ろ向きですね。うん、なんでだろう。今行っております。向こう向いてんだろう。さあ、今現在のこちらをご覧まして、僕らも結果、まあ、聞いてないですけど、うん、あの、もう終わっちゃってたんで来たら、うん、結構終わってましたけど、でこれ意味わかんない、わかんないですか。出さない、今出さない。多分負けてましたよ、だってなんか真ん中付近に優秀賞みたいなのがあったから、はい、負けてたってこと。じゃ、報告しようはちょっと残念だけど、マジ何してたの。ホビーショー。ホビーショー。あ、ホビーショー行ってた。お宝ジャンクイチ見てきました。いや、あの、発表されてたから。何がですか。いや、あれ、ね、コンデレ、コンデレ発表されてましたから。あ、いや、ちょっとジャンクイチ行ってるのいいけども、うん、取ってきました。ゲルググの盾はいいよ、今とね、羽誰の。デスサイズヘッド。デスサイズヘッドのもうマントみたいな。えちょっとこれでバットモビル的なもんね。あ、ちょっとやめなさい。ゲルグもう噛んじゃってる。誰かわかんないじゃん。ゲルググ J グーグルイエガーイエガーグーグルでいい。ゲルググイエガーで、終わってからちょっと見に行ったんですけども、発表されてたらちょっと真ん中に集められてたから、マーシュのは多分ないな、おそらく。マジで取ってないと思う。まあ、これ変えたんでいいっす。これ変えたんでいいです。はい、徹夜で作ったでしょ。えいるじゃない、マーシー出るんでしょ。
で、なんでマシンないですか。マシンないんかい。あれ、コンデレーので出てる。マシンないんでどうやって出るんだ。コンデレーので出ます、ね、コンデレーので出たら、はい、大変なことになる。羽が入らないもん、まずあそこに。あの羽を持って出ます。落ちてんでしょ。正式にはわかんない、聞いてないから。本当ですか。うん、ちょっと見に行きましょう。もう一回ちょっと見に行くか。はい、悪意があります、ね、そうそう、さっきもそれ言ってたんだけどさ。はい、悪意があります。あの向き、みんなに見えない向きなの。悪意があるな。どうですか、あの向き。ちょっと悪意があります。何回言うんだよ、悪意。え、本当に。ああ、もう終わったんだよ。悪意あるな、あれ。一瞬ファイナルアップ。何、こっち見える。その前にゴコースがハイパージャンクションから電信所を無事にクリアして戻ってこれない。なんで、もう分かります、感覚で。なんで取ってないです。もうやめましょう。今回台つけたんですよ。取ってないの、これ本当に。バタバタしちゃったんですよ、回しが。あー、なんか持ってる。わ、来た来た、やりましたよ。え、え、どうですか。電車の中で思い出して。いや、すごいじゃないですか。持っとく。ありがとうございます。じゃあちょっとこれ取っといてさ。まだ今何番ぐらい。今ね、2000、今多分500ぐらいまで行ってる。2回戦も応援してください。何、ちょっと、うん、入るわけねえだろ。入ったぞこれ。これ出れるんじゃない。あ、出れるんじゃないの、これ。出れねえよ。出れない、出れねえよ。なんでですか。ローラーも何もつけてないじゃない。いや、ローラーつけます、これから。タミヤのやつじゃないじゃん、これ。